こんにちは、ハイジーです。というわけで今日は作業が立て込んでおりまして、結構バタバタ追い込まれているんですけども、今お昼休憩のお弁当タイムでございまして、お弁当を買ってきたので一応ね撮っとこうかなっていう感じの動画になりまして、極上唐揚げ専門店という、気になるでしょ、極上じゃない唐揚げはもう売ってないという極上唐揚げ専門店の揚げ丸さんというお店、今話題になってるんですよ。美味しい美味しいってっていうところで買ってきましたお弁当なんですけども、お店に行って普通の唐揚げ弁当を買おうと思ったんですけども、外にチキン南蛮弁当っていう張り紙があってさ、なんかそれ見てうわっとグッときちゃったって思って、それ買ったんです。そうなるとプレーンな唐揚げが見えないってことになるので、一応ねプレーンな醤油唐揚げも2個買ってきたんです。おいしそうだし、匂いも結構ガツンとくる、ガツン系だね。多分味濃いんだろうなっていう香りは今しております。そしてチキン南蛮弁当の方はこちらにありまして、はい、ピロンとめくります。せーの、パカッと開けると、はい、ご飯大盛り無料だったので大盛りにしてみたんですけれども、ぎっしりご飯プラス、はい、特製タルタルソースがかかったチキン南蛮、うまそうで、でかで、ちょっとこっちにお邪魔してる、ちょっと自分の部屋からはみ出てますよってなっちゃってる、いいねこの感じでは。いただきます。でこっちのプレーン唐揚げからいきましょうか。はい、あーでかいいぜこれ、絶景。待って、だってさ唐揚げ2個でさ、もうさ埋まるよねこのお弁当のご飯の上が、っていうくらいわんぱく、テンション上がる。うんまっ、うん、あ、むちゃくちゃうまい。思ってたよりもねはるかにうまくて、衣が結構ねザクッとしながら分厚くしっかりしてるんですけども、内側からの唐揚げの柔らか、ぶり柔らかで、じゅわじゅわ感、そっからのじゅわ感で、最初さ匂いからして味濃そうって言ってたんですけども、結構ちょうどいい濃さだね。むちゃしょっぱいかなと思って食べてみたんですけども、個人的には程よい、こんくらい濃さがあったら嬉しいなっていう濃さがあって、わかるよねいかにこれで柔らかいか、極上かっていうのが。うん、うまいな。最初に存在感のあるこの衣、がっつりした衣を中の肉質の肉汁たちが溶かしていって、最後柔らかい一個の塊になっていく感じも素敵だと思います。そしたらチキン南蛮の方も行ってみたいと思うんですけども、でかいよねもうね、やっぱこれ何この弁当ってことになってきますよね。それはご飯大盛り無料ありがとうっていうね、じゃないと足んなくなっちゃうっていうやつだったりもしますが、うわこれ待って、じゃあ動画で食べるのは一番この真ん中の一番ごってりしてそうなところから、でやっぱり当然チキンの部分は、肉質は柔らかそう、プリジューしてそうって感じだね。めちゃでかじゃないこれ、ワンカットワンカット、なにわがまま言ってくれてんのよこのお肉。わがままって表現で合ってるのか分かりませんけども、うん、うまっ、めちゃくちゃうまいね。ちょっとサクッとお弁当を食べてる動画回そうかなっていうくらいの気軽な感じで言ったんですけども、むちゃくちゃうまい。これどうしましょうこの動画、サブチャンネルじゃないよねこれはもうね。とにかくこのタルタルのねこってり卵感が半端じゃなくて甘いね、でそこに酸味がね程よくで、結局ねこのタルタルソース以外にも、初めからチキン南蛮の場合はこのチキンに多分こういうさ甘酢だれみたいなのかかってるの分かりますかね、だから合わせ技コンボしてます。うん、最高、最高にうまいし、でかさも嬉しい。もうだいぶ何なのこのチキンたちのでかさっていうのも嬉しいという、お弁当でございまして、サクッと食べて仕事にすぐ戻るっていうイメージだったんですけども、
ボリューム、今更だけどボリューム入りまして、食べきって、うん、そうだね、なんか一回もう寝るかもしんない、多分仮眠ね、仮眠3分30分。